原油価格の高騰が続いていますが、安全を大前提とした原子力発電の推進に取り組んでまいります。福島県の原発事故、その後のさまざまな問題を考えてみると、これは日本で原発をこのまま推進していくのは無理だなと感じ始めました。8月の汚染水の問題で出ているはずか以前から、推進論者との議論の中でもはっきり、私が原発ゼロにしろという一番の理由、まあ、いくつかありますけれども、まず一番の理由はね、処分場ないということですよ。それをきっちりと危険のないように保管する場所、どこにもない。日本原発ゼロなんてやったら日本の経済成長できないよ、また日本が貧しい国に押していく、そうではないと。だから今までね、原発は安全でコストが安いと言ったけども、信じる人はほとんどいないでしょう。私も信じませんね。政治が決断すれば日本は原発ゼロでもやっていけるという、原発ゼロの方向を打ち出すべきだと。まあ、小泉元総理がいろんなことの発言をしているということは承知します。ただ、政府の立場で申し上げればですね、やはりこのエネルギーの安定供給、エネルギーコストの低減、さらにそうしたことを踏まえてですね、責任あるエネルギー対策を構築して、そのことが政府の基本的な考え方であります。まあ、そういう中で、安倍総理もですね、できる限り原発依存を減らすと、まあ、こういうことも申し上げておりますが、現段階ではやはり安定的な、そして停電になってですね、そうした中で原発をどこまで依存度を引き下げていくかという、まあ、そういう点が、我が国は言論の自由でありますから、まあ、途中で考え方も変わるんでしょうから、それはいろんな議論があってもいいんじゃないでしょうかね。元総理としていろんな発言してらっしゃる人はたくさんいるんじゃないですか。冷静に日本の現状と将来を考える人であれば、大抵行き着く結論だろうと。俺は思ってやるからって言うんでね、まあ、ご馳走になったんですけどね。結論は全く同じだと思います、原発はいらない。総理大臣が決断すればすぐにできるじゃないか。